今朝の八木山、ポツポツという弱い雨が降っています。県内は未明から低気圧の影響で広い範囲で雨となっていまして、少し雨足が強まっているところがあるようです。栗原市の栗駒山の住民さん、雨が音を立てて降っていますということで、今日はこの後もこうした北部を中心に本降りとなる時間が出てきそうです。今日はこの後低気圧が日本海から近づいてくる影響で、特に北部を中心に長い時間にわたって雨が降りそうです。また午後になると暖かな南寄りの風が強まってきまして、気温がじわじわと上昇、最高気温は昨日よりも4度前後低いんですが、夜に観測されるところが多くなりそうで、夕方以降はだいぶ蒸し暑くなってきそうです。